皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。2016年11月の9日水曜日、今日のスーハの言葉は笑いのウイルス、笑いのウイルス。今日の BGM は漂流の中から織荒木、織荒木をお送りしています。最初に流れてきたのはウードですね。この曲はハムザ・エルディーンというアフリカのウード奏者のコンポーザーでもありますが、その彼と一緒になって作った曲です。彼の故郷であるアスワンダムが、作られることによって、自分が生まれて育った村が埋没してしまいました。そんな彼は放浪の、音楽家になったわけですね。もう亡くなりましたけれども、そのハムザ・エルディーンさんと一緒になって作りました。このスタジオにも来てですね、いろいろ打ち合わせをして、とても日本語はまだわからない状態ですね。通訳の方を一緒に連れてきてもらって、そしていろいろ話をして、とても優しい方でしたね。うちの娘がとにかくアフリカの方ですから色が真っ黒なんですよね。それで娘、当時まだ4、5歳でしたけれども、なんか興味津々としてね、ずっと覗いてるんですよね。で、呼んで、その娘が、ね、なぜそんなに色黒いのというふうに質問したりですね。で、手の色がですね、白いんですよ。なぜ白いのというふうにいろんなことをご質問してました。で、優しくそれに対して答えてくれていたハムザ・エルディーンさん、今振り返れば本当に彼は日本に来てですね、このアルバムには入っております和太鼓奏者の林エイテスさんとか、いろんな和楽器の人たちとも交流もあって共演もしたりして、でこのハムザ・エルディーンさんと一緒に共演したNHK の1時間ドラマ「赤道音楽」の中で、一緒になって共演をしまして、その中にバレエダンサーの、夏目近久さんかな、高野さんと一緒に共演したバレエダンサーですね、モリス・ベジャールのと一緒に「オレロ」の中で踊っていた方ですけども、その彼と作った織荒木、いかがですか。ぜひ手に取って、じっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。